では時間限られているので早速話をしたいと思います。実物はこんなんです。写真を撮るとそこにちょっと写真があるんですけど、なかなかいい写真だな、写真の撮り方によってはちょっとまともな顔に写るんだなと思いながらやってます。実物はこういうものです。先ほど申し上げたように、今日はジストの話、これ気象がミートザエクスパートで話するの3回目です。で、そんなに新しいニュースたくさんないので、前回前々回そんなにスライドは変わってませんし、中身も当然変わりません。変わるようなことではないので、で、先ほど申し上げましたように、最初のジストの診断のところと、それから外科治療のところは私が話させていただいて、それから薬物治療の話、それから治験臨床研究ですね、ここら辺が多分皆さん方興味があるところだと思うんですけども、内藤先生の方がご専門なので、そこの部分は内藤先生にお願いしようかなというふうに思います。で、最初のまず診断、ジストとはというところから毎回始めてますので、ここから始めます。で、ジストとはっていうのは、こう書いてあるように、主には消化管、胃や腸ですね、主に胃や腸の筋肉の層にできる腫瘍です。で、胃がん大腸がんというのは、粘膜って一番内側の細胞ががん化したのがそうなんですね。胃の一番内側の細胞ががん化したのがほとんどが胃がんで、大腸であればそれが大腸がんになるんですけども、筋肉のところにある細胞が、がん化しているということ、がん化っていうか正式には腫瘍化しているので、寛容系って言ったら、上皮とはこういった皮膚とかその辺のやつががん化したんじゃなくて、皮膚の下のやつががん化したのと同じだということで、寛容系腫瘍というふうに呼んでます。で、良性悪性っていうのは非常に難しいんですけど、正式に言うと良性の経過をたどる、つまりそのまま様子見てても全然大丈夫なジストから、やっぱり手術しないと転移したり、あるいは実際に転移しているジストまで、さまざまあります。後で出てくるように、どっちかというと良性の経過をたどるジストの方が圧倒的に多いです。で、ちょうど筋肉のところにできちゃうので、例えば胃だったら胃がんの潰瘍ができたり出血したりして症状出やすいんですけども、実は症状が確かに出にくいのは出にくいです。ただ例えば、粘膜が破れてそこから出血すると貧血になるとかいうのがあって、特に若い人のジストの場合には貧血とかいうので見つかることが多いです。で、転移や再発っていうのは確かにあるんですけども、多くはお腹の中です。肝臓か腹膜という形になっています。あとは、本来は中高年の病気で、私今62なんですけど、私の世代に一番多い病気だというふうにご理解いただければいいと思います。で、できやすい場所が決まってまして、一番多いのは胃なんですけど、胃も赤く丸してあるところ、胃の一番入り口のところですね、入り口のところに非常に多くできる、頻度が一番高いと言われています。で、2番目が、十二指腸や小腸というところで、ちょうど十二指腸小腸が移行するあたりに非常に多いと。でも胃の頻度よりは圧倒的に見ていただいて分かるように少ないのが分かると思います。あとは大腸、あるいは直腸にできるんですけども、大腸のジストはもうほとんどなくて、大腸のジストだって診断されたやつよくよく見てみると、そうじゃなくて他の平滑筋肉腫とかいうことが多くて、本当のジストは実は直腸の一番下の青いところですね、肛門のすぐ上のところでできます。ですから上手に手術しないと人工肛門にしないならない場合もありますし、実際にあんまり大きいとやっぱりそうせざるを得ない場合もあります。だからできやすい場所が結構決まってると。これなぜそうなのかっていうのはまだ我々もよく分かってません。そういうことがあるということだけ覚えてください。で、ジストという診断は、例えば胃にできたこの大きな塊を見てジストと診断するんではありません。顕微鏡を見てもらって、特徴的な、先ほどちょっと一番最初のスライドに出しましたように、ここにキットというタンパク質が出てますけども、こう免疫染色ってこのタンパク質が出てるかどうかを調べる検査があるんですけども、顕微鏡でこういうタンパク質が出てる、あるいはドグワンって犬みたいですけども、犬じゃなくてディスカバーオンジストっていうタンパクなんですけども、ジストで見つかったタンパクでが特徴的に出てると、こういうのが出てたらジストだと
というふうに診断つけます。で、大きく分けて房水系と類上皮系ってあるんですけど、ここまで覚えてもらう必要ないです。ともかく、顕微鏡で見て、この HE っていう顕微鏡で普通に見られる染色をやった上で、キット染色、ドグマン染色をやって、まあ、両方がまず陽性であれば、まず間違いなくジストであるというふうに考えていただいていいと思います。で、ジストといえば必ずリスク分類っていう話が多分教科書に載ってると思いますけども、実はリスク分類ってのはいくつかあります。で、ここ3つだけ代表的なの書きましたけども、フレッチャー分類ってハーバードの先生なんですけども、フレッチャー分類っていうのと、それからミエッテニン分類、これもアメリカの人なんですけども、ミエッテニ分類、それからモディファイドフレッチャー分類、要因数分類って別名もあるんですけど、まあいくつかあります。で、どれを使っても極端には変わらないんですけど、ここ見ていただいて分かるように、予後因子で予後を決める因子が何種類かあって、一番クラシックなフレッチャー分類は腫瘍がどれだけ大きいか、それからどれだけ元気に増殖しているかというので決めます。で、ミエッテニンは実はE か、その場所、ジストが発生する場所がどこか E か E 以外かというので決めます。で、もう一つのモディファイルフレッチャー、上演数分類っていうやつ、さらにそれに加えて、腫瘍が割れた起用があるかどうかということに加えて入れます。で、これはちょっと後で説明します。で、一般的には例えば5センチ、例えばここですね、5センチより大きいか小さいかによってリスクがだいぶ変わるようになってます。ただ統計的に処理してみると、別に 5.1 センチの腫瘍と 4.9 センチの腫瘍が再発の頻度が全然違うわけじゃない、ほとんど同じなんですね。だからこういうふうに、腫瘍が確かに大きくなれば再発する頻度は確かに大きくなるけども、決して5センチとあるいは10センチの境にして極端に差があるわけじゃありません。ですから私は個人的には、まあ一つは私のデータ、私たちの日本人のデータが入ってるという理由もあって、ガイドラインにも載ってますけども、このヒートマップっていうのを使ってます。ただこのヒートマップは海外の人のデータがメインで、実は日本人のデータはこの海外のデータよりまだだいぶいいんですね。ですからちょっと割り引いていつも考えながらこのあれを使ってます。まあ、いずれにしても、このヒートマップも腫瘍が破裂した場合と破裂してない場合とどっちか分かんない場合というふうに分けてあるので、こういったのを利用しながら自分の再発率がだいたい何パーセントぐらいかなというのを、手術を受けた後推測するというのは大事かなと。なぜ大事かというと、高い時には後で言いますようにアジュバント治療といって予防的な抗がん剤治療をやる、低い場合にはわざわざそれをしなくてもいいので、しないで経過を見るというのでいいし、例えば経過を見る場合もより頻度高く見るか年に1回でいいかというのはこれを見ながら決めればいいかなという思います。で、腫瘍破裂っていうのはいろんなどんなを言うのかなという話なんですけど、まず一つその場合、腫瘍破裂がどれだけインパクトがあるかという話です。で、これは、ヨエンス先生が出したデータ、私たち日本人のデータもこの中に入ってます。で、腫瘍破裂がない場合は大体、手術をしたら大体まあ半分ぐらいちゃんと治る。ところが腫瘍破裂があるともう8割の人が再発してくると。つまりまあほとんどの人が再発しちゃうということなんですね。これこっちが日本人のデータで、僕が、近畿ジスト研究会でデータを使わせてもらって、同じようですね。ですから東西は問わず腫瘍破裂があると予後が悪いということがお分かりになります。じゃあどんなのが腫瘍破裂かって、ちょっと漫画チックに書いたのはこれです。まあこういうふうに、例えば一番典型的なのはパカッと割れて、ここから腫瘍がパーッと腫瘍細胞がお腹の中に飛び散ったっていうのはもう典型的なんですね。こういうやつもあるし、手術の最中に間違って腫瘍を切り込んでもやっぱりそういうふうな予後になります。ですからやっぱり手術する人も非常に重要です。から術前にこういうふうにパカッと開いてしまったやつもあります。それからここ見ていただいて、これはどこも割れてないんですけども、ここにピンク色になってるんですけども、これは、お腹開けてみたらもうすでに血液が周り、腫瘍の周りに出てた。だからどっかから必ず出てるんですね。だから表面を見たらどこも割れたような形跡はなくても出てる場合は、大抵どっかで細かいひびが入ってて腫瘍が破裂してるということで、一般的にはお腹開けた時に血清腹水があればもうそれは腫瘍破裂を起こしてると
というふうに判断します。でそうではなくても CT でお腹痛いって飛び込んでみたらジストみたいな腫瘍があって、でここちょっと分かりにくいかも分かりませんけど、ここに大きな腫瘍があるんですね。ここに大きな腫瘍が、でここにちょっと血液の溜まりらしきものが CT であって、でもうちょっと下の方を見て骨盤の中を見ると、ここにもやっぱり、ちょっと白身、つまり血液が混じってる腹水が溜まっていると、こういうのを見たら、あの我々診断員はこれは腫瘍破裂をもうすでに起こしてるなと、だからこの人はちょっと厳しい予後なんで、手術の前に薬を入れてからやろうかというふうな判断をします。で腫瘍破裂でも、例えばこれはお腹の中に飛び散ったらそうなんですけども、消化管の中、つまり胃の中に腫瘍が飛び散っても、これは予後は全くありません。だから消化管の中に、腫瘍が飛び散って出血して血を吐いたとか、あるいは、便の中に黒い便が出て血が出たっていうのは腫瘍破裂にはならない、なぜなら腹膜には広がってないからというふうに思っていただければいいかと思います。でじゃあジストの日本の頻度はどうだろうって、うちのあのがん相談支援センターじゃないですけど、あの情報センターの先生にデータ出してもらったら、大体日本で、悪性ジストと言われるのが大体1000人ぐらいです。でそうじゃなくて悪性境界型、さっきも言ったようにはっきり良性か悪性かって決めるのはちょっと難しいので、まあ、良性の経過を多分たどるだろうけどもっていうのが大体それの2倍から3倍くらいあります。で実際は本当は治療要するのはここだけなんですけども、大体1000人ぐらいですから、これ 80% カバーで800人から900人ですから、大体日本人でいったら10万人に1人ぐらいが本当に悪性のジストだというふうに考えていただければいいと思います。でなぜそんなややこしいことになるのっていう話なんですけども、以前もお話ししましたように、私今62歳です。62歳の人の胃を顕微鏡で細かく見ると、大抵3人に1人はこういった、手で触っても分かんないんですけど、ジストの目が必ずあります。で、これを調べてみたら、後で言うジストの原因であるキット遺伝子の変異があったりもすでにします。でまあ、だから3人に1人はジストの目はもうすでに持ってると、ただほとんどの人はあの寿命まで特に何も症状も何も出ない問題で、でそれから例えば今顕微鏡の話をしましたけども、まあ、顕微鏡のやつをちょっと置いときましょうと、検診してちょっとこういった内視鏡でちっちゃい粒が見える人が大体1000人に1人ある、それが1000人に1人ぐらいジスト、でもこの人たちもほとんどは置いといて大丈夫なんです。でだいたいこれのうちの100人に1人ぐらいが本当に手術必要になるというぐらいで、実際はやっぱり10万人に1人ぐらいの頻度だというふうに言われています。なんでそんなことになるのか、実はあのジストが原因となる細胞っていうのはもう分かってて、まあカハール細胞って言って、このカハール先生って結構ノーベル賞をもらったスペインの有名な先生なんですけど、この人が見つけた細胞に分化するような細胞がにこういった遺伝子変異が起こると増殖し始めるんですね。増殖し始めるとこんなちっちゃいジストができる。でもこれはほとんどおとなしい、もう生涯追ってて全然大丈夫、2000歳まで生きたら問題になるかもわからんけども、大体日本人100歳ぐらいまで、ほとんど100歳ぐらいは全然問題ない。でこの中にもう少し、例えば、自動車です、あのエンジンかけますよね、エンジンかけたら絶対自動車動きませんよね、そこでブレーキを外したらゆっくり動くかもわからないし、アクセル踏んだらザーッと走り出す、だから多分ブレーキをかけてる遺伝子の変異や、それからアクセルをかけるような遺伝子の変異が追加で起こってくると、こういった小さいやつになる。でもそれでも全部が悪性になるわけじゃない、さらにもう少し追加に遺伝子変異が起こってくると、実際治療しなければいけない症状を出すような腫瘍になるというふうにご理解ください。だから確かにキットの遺伝子はエンジンをかけることになるけども、決してキットが変異があれば転移するような実質になるわけではないというふうにご理解いただければいいかな。じゃあどんなやつ治療するいるんですかって、当然転移した場合、再発した場合は治療いりますね、これは薬物治療です。それから例えばこういうふうに大きな潰瘍、これは胃の中なんですけど、こういうちょうど胃カメラが入ってきてるんですけど、胃の中に大きな腫瘍があって、でここに潰瘍ができて、ここから出血したんです、この
この女性、これはね、20何歳の女性だったと思うんです。吐血で来られて調べたらこうなって、だこういう出血する人は当然やらなければいけない。もちろん腫瘍破裂は痛いですし、それから腫瘍こんなところでお腹触るようだったら赤ちゃんぐらいの大きさの腫瘍ができてるわけなんで、そういう人もやっぱり手術しなければ、そういった場合とか、それからこれワッチ非常に小さいんですね、2センチ弱なんですけども、形がまん丸じゃなくてこう形がいびつなんですね。あるいは中を見ると黒いところと白いところがだまって、これいわゆるまだら状態になってる、こういうやつは手術しなければならないですし、 CCT で見たら真ん中がちょっと我々はネクローシスっていうんですけども壊死している場合、こういうやつはやっぱり悪性の所見があるので手術しましょう。こういった悪性所見があればやっぱり手術をした方がいいですねっていう形で、そういったまあ悪性所見があったり手術を要する、実は先ほどから言っているように大体年間に10万人に1人だ、だから日本で大体1000人ぐらいかなというふうに思います。でこういったやつは実は手術の前に診断つくことは非常に稀で、手術してああいう腫瘍を取ってみたら後でジストだよって言われる、多分皆さん方もほとんどそうだったと思うんですけども、それはどうやって診断してるかっていったら、先ほど言いましたようにこんな染色をして、ヘマトキシンエオジンという染色をして、こう細長い細胞があると、そこをキットや毒丸という染色をすると黄色く染まってくると、これはジストだというふうに言います。であとは遺伝子変異、こういうキット PDGFR というジストにの原因となる遺伝子変異があると、これもジストと遷移していいと思います。ですから、皆さん方が手術を受けてジストだと言われた時に必ずメモっておいてほしいのは、このキットや PDG 毒丸が染まってるかどうか、これが陰性だったらちょっと違うんじゃないの、それから腫瘍の大きさ、さっき言ったように再発リスクに関係しますよね、だから腫瘍の大きさから細胞分裂図をすると、細胞がいかに腫瘍細胞が元気かという値です。これを知っておくこと、腫瘍ができた場所、細かい胃のどこやというところまで言いません、で胃にできたのか胃以外なのか、まれには消化管外にできることがある、消化管外なのかというので、あとはリスク分類でどれぐらいのリスクなのかなというのをできればいいですし、あとは腫瘍破裂があったかなかったか、これは、本人が分かる場合と、それからやっぱり手術の影響もありますよね、だから手術で腫瘍破裂を起こすこともまれにあるので、そういうことはなかったかどうかっていうのを調べてください。それから私はガイドラインも書いてるし、私もしばしば言ってね、ブリベックのようなイマチリブのような治療をするときには必ず遺伝子を調べてください、後で言いますけどその理由を調べてくださいということです。なぜこんなに診断にこだわるのかっていう、これはフランスのデータで、フランスは全国の、例えば肉腫と診断された人を全部集めて専門家が見直してるんです。したらここ見ていただいて、一般病院でジストと診断された人の 95% は正しかったけども、専門医が見てもジストだったけど、あとの 5% は専門医が見てもジストじゃなかったと。ジストじゃない人にグリベックを投与しても当然効きません。ですから、フランスのデータが、ね、5%なんですけど、日本のデータは大体 3% ぐらい、日本はちょっとマシで、僕が調べたら 3%、 今ちょうど論文書いてるところなんですけども、3% ぐらいです。ですからやっぱりちょっと専門の先生にちゃんと見てもらわないと、100人に5人近くが違う診断されてるかもしれないということなので、診断が非常に重要です。診断に基づいて治療しますから。ですから実質の病理診断というのは非常に重要です。治療していく上、手術で終わっちゃったら、まあ、それはそれでいいんですけど、そうじゃない場合、薬物をつく場合はやっぱりきちんとすると。でやっぱりどうしても分からない場合もあるんですね、難しい場合も。ではどうしたらいいのって話なんですけど、すごく深いで、専門家へのコンサルト、がんセンターのがん対策情報センターの病理診断コンサルテーション、これを使っていただいても結構です。それからこれは病理医の先生からお願いしていただいたらいけるよ。それから日本病理学会も同じようなコンサルテーションをやってます。ここを使っていただいても結構です。それともう一つは、一番簡単なのは、手術したやつ検体を使って切って PDGFR の遺伝子変異を調べる。これで、遺伝子変異があればまず間違いなくジストだと言っていいと思います。ほと間違ってるというか、さっきの 5% の中に入ってるのはほとんど遺伝子変異がありませんので、まずここを調べればいいかと思います。ですから遺伝子変異をするときって、一番はまずは
自主との診断に迷うときですね、病理学で。それから先ほど言いましたように、お薬をするとき、特にアジュバントっていう予防的な投与をするときに私はぜひやっといた方がいいと思います。なぜならば中にはやっぱり遺伝子変異によって効かないのもあるんですね。だから効かないやつは結局抗がん剤って結構体に影響あるじゃないですか。そういう影響のある薬を効かないのに飲むっていうのは全く意味がないと思いますので、ぜひこれは調べていただきたいなという。それからあとはイマジニブが効かなくなったとき、なぜ効かなくなったっていうのを調べるのにこれは非常にいいと思います。まあ将来的にはこれは血液を取って分かるように多分なると思います。そういった遺伝子を調べるというのは、じゃあどの遺伝子を調べたらいいのっていうのは、先ほど言いましたキットと PDGF だけで基本的にいいです。これ見ていただいて、ジストの 80% はキットの遺伝子があります。だから 10% は PDGF、 だからこれで 90% カバーできるので、キットと PDGFR をで調べるところも大体決まってます。こことかこことかこことか、この3箇所ぐらいでほぼカバーできます。でどうしても 10% は見つかりません。これはワイルドタイプジストって特殊なジストなので、これはもう専門病院に行って調べてもらうのが一番いいと思います。なお特に小児のジストの患者さんは後で出しますけども、この SDH ってこれは覚えなくていいんですけども、サクシネートデハイドロゲナーゼで琥珀酸脱水素酵素っていうんですけども、それが欠損している場合と欠損していない場合で後の治療とかフォローが違ってくるのでやって、あとはまあ今年承認されるかもわからないパネル検査をやるのが一番確実かなというふうに思います。なぜそこまでこだわるか、まあ一つは先ほどから言ってね、まあ、グリベック、イマジニブの治療効果が全然違う。このエクソン11であれば非常によく効いてくれると、あるいはエクソン9やったらちょっと効き悪いよね。でこの PDGFR の、特殊なタイプになるとほとんど効かないというのもあるという形なんで、ここですね、このやつは効かないというのがあります。ですからこういうのは全然さっき言った予防的な投与やめ、ガイドラインでもやらない方がいいですっていうふうに書いてます。ワイルドタイプ、さっき言ったようにこの2つの遺伝子変異ないやつもあんまり効かないので積極的には進めません。それとあともう一つは大きさとか、それから腫瘍細胞の分裂度数ほどではないんですけど、やっぱり予後に関係するんです。特殊なタイプは非常に予後がいいですけど、有名なのはこのタイプの遺伝子変異は非常に予後が悪くて再発しやすいと言われてますので、まあそういった予後を占う上でも少し参照になります。で先ほど言いました野生型です。下の方は覚えなくて、どんな野生型があるかって細かく書いてあるので、また暇があったら見といて、覚えておいてほしいのは、野生型とはきっと PDGFR の遺伝子変異がない場合で、この場合はイマジニブはあんまり効きません。まず効かないと思った方がいいと思います。逆に幸いこのワイルドタイプって野生型っていうのは比較的ゆっくりゆっくりで予後もいいので、まあしばらく様子見てもいいんじゃないかなというふうに思って、実際再発した人でも僕の外来では様子を見てる人もあります。ゆっくりです。で例えばその典型的な、これはそうなんです、小児ややに多い SDH の変異ジストって書いてあるんですけど、ちょっとこれ特殊で、だいたい世代的には10代から20代30代30の手前ぐらいまで多いんで、胃の中に、結構多発性できる。でジストは普通リンパ節転移を起こさないんですけど、リンパ節転移結構な頻度で起こします。結構な頻度で起こる。だからこの人だけはリンパ節取らないといけない。で典型的な図が、こんな図をこんな形をしてるんですね。細胞を見ると顕微鏡で、これはプロが見たら分かります。で SDH という染色をすると染まらない。こういうふうに染まってくれたら正常なやつで、染まらないというのが特徴です。で例えばこういった多発性多血性ってちょっと見たくない人は目をつむといていただいたり、こんな形です。これ何年か前に私が見た患者さんで、これ今でも元気されてるんです。こんなやつがボコ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 っといくつか出る。リンパ節も結構転移してるんですね。で幸い今この患者さん元気にされて、子供さんも出産されて、あと元気にされてるんですけど、まあこういう形になります。それからジストは遺伝するか、まあ、ほとんどのジストは遺伝しません。 99.9% のジストは遺伝しません。中に家系的にジストができやすい家系があります。これが私の最初の仕事です。でこういう家系があるというのを見つけて報告して、遺伝子変異がもともと血液の細胞の中にもあるというのを報告して、だからもともと持ってるキットに変異がもともと体に持ってる人も中にはいらっしゃいます。あとは
SDH のその何ですかね、肺細胞変異って、先ほど血液細胞にも変異がある方がいらっしゃって、カーネストラテスキス、こんな覚えてもしゃあないですけども、こういうのもあります。これはもう非常にまれです。これは家族性リストでさえ日本で数家系しかありませんから、まず皆さん方も全く関係ありません。ちょっと時々関係するのは、神経繊維腫瘍っていうのは NF1 という病気があるんですけど、この方は神経繊維腫瘍の人の約 7% はジストを併発すると言われています。まあ、ここの中にはパッと見た感じいらっしゃらないので多分違うと思うんですけども、まあ、こういうやつがあります。これはちょっと特殊なジストで、さっき言ったグリベックとか一切薬効かないジストで、ちょっと特殊な治療をしなければいけないジストです。で、治療に行きます。まあ、先ほど一番最初の方で申し上げましたように、ジストというのは手術するまでに診断がつくことは比較的稀です。まあ、10例中1例ぐらいしかつきません。で、手術してみてからつくことが圧倒的に多いです。で、基本的にはジストでというのが手術の前に診断がつけば、日本のガイドラインでは手術に行きましょう、外科治療に行きましょうということになってるんですけども、NCCL 海外のアメリカのガイドラインでは2センチ以上のやつは手術行ったらいいけども、2センチ以下の場合は、先ほどちょっと出しました悪性所見というのがなければ、ちょっと経過見てもいいんじゃないのって。さっき言ったようにちっちゃいジストはあんまり悪いことをしないことが圧倒的に多いんですね。100人に1人なんですね。そうなるとぜひ手術しなければいけないことはないので、フォローしてもいいんじゃないかというふうに NCCL のガイドライン言ってます。当然ああいうふうに大きさが5センチぐらいになると大体悪性度が高くなるので、5センチ以上の粘膜下腫瘍はやっぱり取った方がいい、絶対に良性という自信がない限りは取った方がいいでしょうし、症状がある場合は当然やりますよね。だからやった方がいいでしょうと。で、術後に診断がついてジストであればそれに沿った治療方針をするということになると思います。で、外科治療はもう基本的には難しい治療ではありません。こういった腫瘍ができたら、ここの部分だけくり抜く手術になります。ここだけくり抜くという手術になります。胃がんのように3分に取りました。さっき胃全摘してましたけど、胃全摘しなければいけない場合は、よっぽどたくさん腫瘍がある場合以外はほとんど部分切除って、胃の一部を取るだけ、あるいは腸の一部を取るだけで終わるというふうにご理解いただければいいかなと思います。まあ、原則回復手術が大きいやつはいいと思いますけど、小さいやつ5センチ以下のやつは腹腔鏡でも十分いいと思いますけども、まあ、最近は結構腹腔鏡でだんだんやるようになっています。だから腹腔鏡でやるとやっぱり低侵襲で回復が痛みが少ないですし、まあ、お腹の形も西洋性がいいですよね。ただ大きさやそれから場所、それから発育形式、外側に飛び出しているか内側に飛び出しているかでやりやすさが全然違いますので、ここは外科の先生とよくご相談ください。ただこの腹腔鏡手術はあくまで手段であって、これをすることが目的ではない。あくまでその腫瘍を完全に取ることが一番重要なんです。ですから腹腔鏡にこだわらないように、確実に安全に取ることが非常に重要です。で、きちんと手術をすれば回復手術と全く同じです。ただ無理やり腹腔鏡でやろうとして、さっき言った腫瘍を割ってしまったりすると、もうほぼ 80% 以上の確率で再発しちゃいますので、そういう手術は絶対やらないということが一番大事かなと思います。まあ、いろんな手術のやり方があります。小さいやつは、こういった内視鏡を使いながらやる場合もありますし、いろんな形があります。これどっかの本に書いたやつなんですけども、まあ、覚えてほしいのはもう一回繰り返します。大切なことはここ書いて、低侵襲であることでも傷が小さいことでもなくて、腫瘍が安全に完全に切除されることですと。で、あともう一つはね、ある病院を選ぶときに病理診断や薬物療法を含めて一貫した診断と治療を受けられる、こういう病院を選んでほしいんです。だから手術だけできてあとは知りませんという病院はやっぱりちょっとまずいかなと私は思うので、必ず診断もきちっとでき、それからあとの例えばアジュバント治療って予防的な抗がん剤治療もできる施設を選んで、やっぱり手術を受けなければいけません。ここ手術だけここで受けてアジュバントを予想でやろうとすると、さっきで遺伝子が調べなかったりということが起こってきますので、ぜひ一貫した治療をやっていただくということが大事かなと思います。で、ちゃんとした治療をすれば、6割は治ります。もう日本人であれば7割以上治ると思います。日本人の成績を見ると結構いいんです。
7割ぐらい治るというふうにご理解いただければいいと思います。でただ、さっきも治らないところに入る可能性、再発する可能性がある患者さんに対しては、それは多分高リスクであったり、さっき言ったように腫瘍破裂が起こっている場合ですけれども、こういう場合は、術後補助療法、イマチニブ治療3年間、まあ、要するにアジュバント治療を3年間頑張りましょう。でいうふうにガイドラインでは書いてある。それ以外はもう CT で定期的にフォローでいいでしょう。だからそれは超低リスクであれば海外ではもうフォローしなくていい、もう手術して終わったらもうそれでいいですという言い方をしてますし、まあ中リスクだったら年に2回ぐらい CT でフォローしましょうというふうに書いてます。まあそれはリスクに応じてフォローするというのが一番大事かなというふうに思います。で大事なのはこのこっち側で高リスクの場合なんですけども、アジュバントをどういうふうな人にするかって、まあ、先ほど言ったように高リスクの患者さんです。で術前にネオアジュバントした人は基本的には術後もやった方が絶対いいです。それから腫瘍破裂、これは先ほど言った8割以上は再発するわけで、これはやっぱりやった方がいいだろうと。それからもう一つ大事なのは、早いところで申し上げたように、やっぱりイマチニブの感受性のある遺伝子変異を持ってないと、感受性効かないタイプにいくら飲んでもお薬は効きません。ですから遺伝子をちゃんと調べておくことが重要です。じゃあどんなやつが効くのって、キットのエクソン11の遺伝子変異、こういうのは非常によく効く。逆に PDGFR のこういうタイプは効かない、それから亜製型のジストもあまり効かない。で Q は一応効くということになっているのでやったらいいんですけど、ちょっとこれはしっかりやらないと効きません。皆さんご存知のようにね。であとよく効くのが細胞部分、非常に増殖量の強いやつは非常によく効いてくれるというふうに言われています。で実は面白いあれがあって、面白くも何もないんですけども、患者さんにとっては辛いとか、こういうアジュバントをやってる間は再発が抑えられる、やめたらシュッと再発が、これ落ちてるのは再発がしてる。でアメリカの先生とイタリアの先生がこういうふうにこのグラフをこう書いてみて、それをちょうどこうやめたとこからスタートするとほとんどみんな重なるということを言ってます。でつまりこれ何を言ってるかというと、イマチニブグリベックというお薬は飲んでる間は腫瘍を抑えてるけども再発すると。だから本当に再発率が高い人はもう3年でやめるんじゃなくて、もうちょっと長く飲んだ方がいいんじゃないかなというふうに思います。パーシスト5っていうのは再発率、先ほど言った腫瘍破裂を起こしたような人はやっぱり長めに飲んだ方がいいんじゃないかな。これはまあガイドラインまだ載ってません。正式なデータはまだ出てないんですけども、まあ、個人的にはやっぱり再発率非常に高い人は少し長めに飲んだ方が、特にまあ、年齢によっては壮年期の方いらっしゃいますよね。そういう方はできるだけ長めに飲んだ方がいいかなというふうに思ってます。それから大きな腫瘍の方はネオアジュバントって術前に、イマチニブを投与して小さくするという治療をやるんですけど、実際に、まあ、前回も出したと思うんですけども、やってみるとこんな大きな腫瘍がぐーっと小さくなってすっきり取れましたと。ただまあやっぱり取って顕微鏡で見るとやっぱりジストの生きてる細胞が残ってるんですね。だからよく聞いて小さくなったからもう薬でも生きたいんですというのはこれ間違いで治りません。今お薬では治りませんから、手術をやっぱり絶対にきちっとやることが大事です。完全切除っていうのが、完治のためには必要だということだけは覚えておいてください。でまあ幸いネオアジュバントをやってみたら、まあちょっとこれはできすぎのデータなんですけども、現実はちょっと大きくなるやつもあるかも分かりませんけど、過半数がやっぱり小さくなってくる。特にこの青色のところはある 20% 以上小さくなったというやつなんで効果ありと判定するわけですけど、これがだいたい3分の2近くあるということです。これは E のジストでやったんですけども、 E 以外でもやっぱり小さくなるのは結構あるということで、まあこれ見ていくと E のジスト、あるいは食道のジスト、十二指腸のジスト、あるいは直腸ジスト、この辺結構難しいところにあるジストなんですけど、こういうやつはちょっと大きいやつ、10センチ超えるようなやつ、あるいは10センチ前後のやつはやっぱり術前にイマチニブを投与してた方が、小さくした方がやっぱり手術も安全ですし根治度が期待できるというふうに言われてます。で実際にどれぐらいじゃあ飲めばいいのって言っていうことなんですけども、基本私自身は6ヶ月だと思います。9ヶ月はちょっと長いなと思ってて、6ヶ月で十分だろうと。で、
まあ、ジストというのを手術の前に、手術はね、薬を投与する前に確認してジストだということが分かれば、できたらここで遺伝子変異を調べておくとまず確実ですよね、絶対に。で、まずジストは確認して、遺伝子変異を確認したらまず投与する。で、1ヶ月後に評価して、確かに効いてる、効いてないわけじゃないよねっていうのを確認して、あと3ヶ月6ヶ月と見て、6ヶ月目ぐらいにやっぱり手術をするのが一番理想的であろうと。で、先ほど言いましたように、こういうふうにネオアジバントで小さくしてやって腫瘍を完全切除した場合は、結構小さくなってるからリスクが下がってるなと思いがちなんですけど、もともとの腫瘍の大きさでリスクは評価しますので、そういう方は基本的にはやっぱりネオアジバントやった方は術後もアジバントはやっぱり3年やった方がいいというふうに言われてますし、実際やらなかった場合は再発率がちょっとやっぱり高い傾向が出てますので、ぜひこれはやってください。で、私の話の最後です。で、まあ、再発した時に手術できませんかっておっしゃる方が非常に多いんですけども、まあ、正確なデータはまだないんですけど、手術した場合とグリーブっていった場合とどっちがいいかということを調べてみたら、やっぱり、手術よりはイマチルブを先に行った方がいいというデータが概ね出てます。概ね出て、概ねっていうのはこれ前向きに臨床研究したわけではないので概ねなんですけど、概ねイマチルブでしょう。で、しかもこの再発した患者さんの予後はイマチルブがどれだけ効いてるかによって依存する、手術をしたかどうかはあまり関係ないというデータが出ているので、基本的にはやっぱり再発転移した場合にはイマチルブ治療、手術ではありませんと。で、手術はそのお薬が効いて完全に取れるような場合は専門施設で、これは特殊な専門施設で受けられるのが一番いいんじゃないかなというふうに思います。少し長くなりましたけど、私のパートが終わって、この後は内藤先生にバトンタッチをしたいと思います。